ラジオネームフリフリさんからいただきました。年末年始にこれしたいってことありますか？こたつに入ってお餅バクバク、黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。皆さんこんばんは。今夜も始まりました、黒木ほのかさんが一人で喋るやつ、ほのけプライベートトーク。今回の放送はなんじゃこりゃ2個言っちゃった、なんじゃこりゃでおしゃべりしていきます。なんじゃこりゃって文言見たらやっぱちょっと芝居しちゃったよね今なんじゃこりゃすいませんでした。ナナランドさんの楽曲でございます。あれでしょ、にぎやかでしょ。まあナナランドであんまにぎやかじゃない曲ってあるかな、あんまないイメージある。まあどうしてもさ、アイドルさんたちは割と何、 A 面というか、そう MV とか作る曲って割とまああんなんだろうな、明るいというか感じの楽曲が多いからね。どうしてもライブでも盛り上がるしさ。そう思うとなんかサンドリオンってやっぱ変だなまあサンドリオンはアイドルって感じでやってるわけではねないつもりではあるんですけれども、なんかそんなぶち上がり明るい曲って意外にないんだよな。そうね、昨日こちら発売したんですけれども、サウンドオブベストなんですが、この中にね12曲入ってんだけど、もう分かりやすく明るいねって曲ね、あでも3曲かな、でも3曲だよ、12曲あって3曲しかめっちゃ明るいみたいな曲がないんだよね。それ以外は割となんかこうおしゃれだったり、まあほんのりポップだけどめっちゃ明るいって感じでもないなみたいなとか、あとかっこいい曲も入ってるんですけれども、思うとやっぱりサンドリオンって、いろんな楽曲をやらせてもらってて幅があって聴いてて飽きないかなと思います。なんかナチュラルに宣伝をしてしまったんですけれどもね、いいアルバムになっておりますので、まだね手に入れてないよっていう方はぜひぜひゲーマーズさんとかで買えるかなと思いますので、よろしくお願いします。黒木の好きな曲は、まあ星のラームかな、1曲目ですね。この曲は本当に素敵な曲です。歌詞もねすごいまっすぐ届いてくるし、振り付けもだから覚えやすかったですね。リサ先生っていうね、いつもお世話になってる先生が作ってくれたけど、結構歌詞とリンクさせる人だから、そういう意味で歌詞も振り付けもすごい覚えやすくて助かった一曲でございます。で今日は、なりちゃん、川口里奈ちゃんをゲストにお招きした、生放送の後に収録をしております。なんかいつもよりちょっと体力使いましたおかしいな、なんでだろうな。なりちゃんとね、まあ結構喋るし、なのになんか体力持ってかれちゃったなおかしいな。でもね、なんかちょっと嬉しかったことがありまして、まあね、人物相関図をさ今回初めて書いてもらったんですけど、なんかちゃんとこうなんていうんですか、いろんな交流を持とうとしてるんだなっていうのが見えて私は嬉しかったですね。まあすごい私のことをねすごい慕ってくれてるのはめっちゃ嬉しいけど、やっぱ私だけじゃなくいろんな人のね、なんていうの、価値観とかさ取り入れていった方が人生絶対おもろいから私はなりこの
人生を応援している姉としてな。でそうなの、だってナリコってさ絶対危なっかしいじゃん危なっかしいし、多分うっかりさんだし、ちょっとポンコツじゃん。なんだっけ、よろしく通気口って言ってなかったよろしく通気口って言うんだあれって、ポンコツやなってまあ何々よろしくなんとかって、あ、まああんまり確かに品質しない表現ではあるから、パッてね、なんか初見で読んだ時に理解がそっちに行かなかったっていうのはあるかもしれないけど可愛かったですねいやそういう意味でもなんかちょっとなんていうの、面倒見なきゃみたいな気持ちになってくるね。まあ私も知らないこといっぱいあるから、なりこと一緒に支え合って人生を送っていこうかなと思っておりますしんみりしちゃいましたけれども、なんかもう今年ラストなんだって、プライベートトーク。しょんぼり。皆さんはどんな1年だったんでしょうか。まあ私も振り返りたい、振り返りたいと思ってこの後に振り返るコーナーをね一応作っていただいてるんですけれども、もう本当にスマートフォンがないと何も思い出せなくなってしまって困ります困ってます Google カレンダーを一生懸命1月から見ながら、こんなこと、あ、確かにあったかもなんて思いながらね、ちょっとメモしたりしましたけれども、みんなはどうなんだろう、パッて思い出せるかな。なんか今年一番のさイベントとかさいっぱい笑った瞬間ぐらいならまあ出てくるかもしれないけど、複数あげろって言われたら途端にはってなっちゃうよね。でも絶対楽しいこともいっぱいあったからさ、改めてみんなもこの1年を振り返って、うんうん、やっぱいい1年だったなって思ってから、まあ、来年の準備とかするのがなんか素敵な1年の締めくくり、そして素敵な、より素敵な1年を迎える形になっていいんじゃないかなと思いますので、ぜひ振り返ってみてね。よし、じゃあ、冒頭のお便りいきましょう。フリフリさんからいただきました、ありがとうございます。年末年始にこれしたいってことありますか。もうこたつです。こたつでお餅もちもち雪見大福って感じ。いや本当にね、餅好きなのよ。あら、私お鍋をねめっちゃ自炊一人でするんだけど、それにもスライス餅っていうさ、薄い餅をね入れるのが大好きなんだけど、やっぱあの角餅、丸餅みたいな重量感のある餅やっぱ食べたいですね。きっとお母さんが焼いてくれるはず、実家で。でお雑煮にしてもらってまず食べるでしょ、その後に普通に焼いてお醤油つけて食べて、その後はまた海苔とか巻いて食べてっていう、いや楽しみだ、あーやったー。でこたつでね家族4人入って、もう足ぎゅうぎゅうパンパン交差して、あの足、お父さんとかの足の上に私の足が乗った日にはもうこたつのこのヒーター部分が近すぎて熱い、あれどうにかなんないですかねもうでけえこたつ買えって、それかもういっぺんに4人こう同じ向きで入るか無理だな、パパがでかすぎるぜ実家に帰る予定なのでね、またなんか楽しいことがあったら番組とかでお伝えできるといいなって思ってるので、まあゆるく期待しておいてくださいませ。ということでお便りありがとうございます。じゃあ進めていきます、今回もよろしくお願いします。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク、改めまして
黒木ほのかです。メールを読みます。斉藤圭介さんです。いつもありがとうございます。最多タイの公式妹こと川口さんですが、お下がりの服を着て愛が涙とともに溢れている姿は見ていて微笑ましかったです。本当か。ロケ企画に2人で遊びに行った報告楽しみにしてますといただいております。なりちゃんを模倣しているわ。そうね。いやでもそう、お下がりの服の話あったじゃないですか。あれはまあなりちゃんの番組に私がそのなりこお誕生日おめでとうっていうメッセージを送った時に追伸みたいな感じで服いるって言ったんですけれども、あれさそれがなりこにね、そのメッセージがなりこに届いてすぐ LINE が来て、メッセージが来てぜひお願いしますみたいな来て、あ分かったよまた持ってくねって言ってて、私はだからあ12月15日になりこ来るからその時に渡そうって思ってたんだけど、もうねリマインドが来ました。リマインドっていうか、なんかお姉様お疲れ様です、今月もよろしくお願いしますみたいな来て、まず今月もよろしくお願いしますってなんだと思いながら、でよくよく読んだらそのお洋服、あのよろしければこの日か、この日まだから15か29に受け取れるとすごく嬉しいのですがいかがでしょうか、かっこ前のお仕事とかでお荷物が多いようでしたら全然あの大丈夫ですみたいな、かっこもうかっこがその3行ぐらいあってすごい丁寧だなと思いながら、そう、ね、すごい慕ってくれてますよ、嬉しいです。でもなんかなんで泣いてんだろうね可愛いですね。でもわかるよ、推し面を目の前にすると私も涙が溢れるタイプなんですけど、いやそこまでの推し面なんだっていう、じゃあなりちゃんにとって私ってじゃあ確かに会えてるのおかしいなってバグるよなって思ったりなんかしました。可愛い子ですよ。また29日にね会えるので、それまでにね1回ぐらいゲームできたらいいなと思ってるけど、ちょっとなんか忙しい気もする。まあなりこにも予定がありますしね、グググと思っております。じゃあもう1つ、愛戦士さんです。ありがとうございます。初投稿です、ありがとうございます。こんばんは。最近 SSR ほのけを見始めました。きっかけはなんかおもろそうなのあるやんけという軽いノリで見始めたのですが、めちゃくちゃ面白くてハマってしまいましたそれからほのフェス4回目に行ったり、毎回見るようになったり、気がついたらどっぷりとなっていきました気がついたらどっぷりとなっていきました。今では後悔を取り戻すようにアーカイブを追っています。ありがとう。とにもかくにも自由に楽しそうに笑顔でトークするほのけに元気をもらっております。知って間もないわけですがこれからも応援しています。 PS 二時期ほのかさんシリーズと今晩という挨拶がものすごく大好きです。面白い、嬉しいです、ありがとうございます。なんかおもろそうなのあるやんけ、不思議だね。だから別に私のことそんなに知ってたわけじゃないけど、番組としてなんか引きがあったんだあ、ね、偶然だろうね、いろんな偶然が重なってなんか一発目を見てくれたんだろうけど、それでイベントにも来てくれてるのは嬉しいですね、ありがとうございます。これからもじゃあ自由に楽しそうに笑顔で投稿していきたいと思います。2号よろしくお願いしますやった、続いてマートさんです、ありがとうございます。先日は今日プレミア、あ、ごめんなさい、ニヤコプレミアムライブお疲れ様でした、ありがとうございます。アニマックスミュージックスライブに引き続きアンジェラさんとの共演ということで、楽屋でもトークが盛り上がったとかなんとか、どんなことを話したのでしょうか。個性的なアンジェラさんと個性的なりょんちゃん、のんちゃんを組み合わせた際の化学反応の結果が気になります。あ、また関西でのライブなのでママ家やパパ家もう現地に足を運んだりしたのかななどもお聞きしたいですといただいております、ありがとうございます。そうね、アンジェラさんは、アニマックスミュージックスで割としっかりちゃんと、まあ、しっかりっていうほどじゃないんですけど、まあ
なんとなくお話をねさせていただいて、で今回の都プレミアムライブ、京都でのライブで、なんかねメイク直しに私が行ったら、ちょうどあの敦子さんがメイクをしてる時間で、あ申し訳ないなと思いながら、すいませんって言ってメイク直ししてもらっていいですかってメイクさんにお願いして、あ全然いいよって敦子さんが言ってくれて、すいませんお借りしますとか言って敦子さんの隣の席で、だからそのままメイク直しをしてもらったんだけど、そしたら敦子さんが話しかけてくださって、のすごい可愛い衣装だねつって言ってくれたと思うんですけど、そうなんですよ、実はあのアニマックスミュージックスではあのつなぎを着てサイドチェストをしてたものなんですって言って、サガラじゃないでしょう、アイバーアイナじゃないしみたいないろんないろんな名前出てきて、でも5人目ぐらいで、ほのけでもないよねって言われて、ほのけですって言って、そう覚えててくれてて、すごくない ?15 人もいたんだよ、そのね、てっぺんオールスターズっていう、あ15人はいないか、9人か、15人、もともと15人いて、そのうちの9人のキャストが出てたんですけど、9人いてさ、なんかちゃんと個人名覚えてて、すごいなと思って、ありがてえと思いながら、そこからいろんな話をねしてたんですけど、私とだから敦子さんがしっかり喋ったっていう感じで、りょうことのりこはちょっと別の部屋というか結構離れた場所でメイク直しをしてたんで、2人はね多分あんま喋ってないかもしれないですね。でもその私と喋ったことで、なんかそのアンジェラさんのライブパートの MC で、なんか私たちアルストロメリアのことをいじってくださったみたいで、マジ感謝っすありがとうございますみたいな、やっぱそのコンテンツ作品のユニットとして出てたのがあのアルストロメリアだけだったので、なんかまあ多分知らない方もいたと思うのでね、そうやってちょっと話題に出してくださってすごい嬉しかったですね。優しい方だし面白い方ですね。ライブパートもすごい個性的なことをしてらっしゃって、トレンドにも入ってたんじゃないかな、そんな気がします。あとうちの父と母も遊びに来ておりましたね。チケットが全く当たらないと何回申し込んでも全部外れたという話を私が聞いて、あそうなんやって言っててんけど、レッスン上でりょうこちゃんか誰かにその話をポロってしたら、多分そばにいたスタッフさんが聞いててくれて、回り回って招待できるかもしれませんみたいな言ってくれて、マジでありがとうございますって言って、そういう経緯でね、なんと見に来てくれて、パッパとまんまがで、ちゃんとね面会というか楽屋の近くまで来やがって、そうなんか一応マネージャーからね、そのなんかもしご両親に会いたいのであれば、なんかちょっとこうセッティングできますみたいな言ってくれたから、おもうじゃあ聞いてみますって言って、ママどうするって、会えるらしいけどって言った、ほな会おうかなって、まあそりゃそうやろうなと思いながら会いたいらしいですっつって言ったら、なんかいろんなスタッフさんがさ、もうさご両親がとか言ってインカムでさこんな大事になるなんてと思いながら、私と涼子と典子と私の父私の母で、あどうもマジで意味わかんないなと思いながら、でもね2人がね、会いたいって言ってくれたから、あじゃあ一緒に行こうかっつってどうもっつって、涼子ちゃんは再敬礼してました。もう再敬礼より深かったです。いつもお世話になってますグググググってもうホッチキスみたいになってたからね、折りたたまれすぎてね、そうなんですよ。でちょっとだけ、まあ、おしゃべりをして、じゃあねって言って帰って、はい、そんな感じでございます。いやめっちゃ楽しかったですね京都。しかも客席の盛り上がりもすごくて、もし見に来てくださったプロデューサーさんとかの方がいらっしゃいましたら本当にありがとうございます。
マジで今年一楽しかった瞬間かもしれない。めっちゃ湧いたの。アルストロメリアってなった瞬間、え、そんなに私たちのこと知ってると思いながら嬉しいですね。ありがとうございます。っていうところかな。メールありがとうございました。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。ここからは番組コーナーに参ります。ほのちゃんです。びっくりした、自分でびっくりしたわここでは毎回一テーマ、私が話したいことをピックアップしてお話ししております。今回のテーマは2022年の振り返りです。これがね、さっき言った、まあなんていうんですか、思い出話をしたいねみたいなコーナーでございますけれども、一応ね、番組としてのこう情報をまとめてもらいました。今年1年間ってこんなにやってんだ、でもこんだけしかやってないんだみたいな、すごい絶妙な気持ちになるな。あ、でもそっか、そう、通常回をまとめてもらって、その間にちゃんとバレンタインの特番と、ホノフェスの昼夜とかの情報が入ってるんですけれども、こんなにたくさんの女性声優と私はおしゃべりを楽しんできたんだな。そっか、ひなきちゃんとかまきさんとか、そうか、一応今年なのか、もうちょい昔の気持ちがしちゃいますけれども、いや、まきさんとの会話はやっぱたまに思い出しますね本当にすいませんと本当に若い頃の私は良くなかったですねと、ごめんなさいと思っておりますけれども、でもね、やっぱ基本的に皆さん面白い人で、いろんなおしゃべりを楽しくできたなという感じですね。そっか、イベントも2回できてんだからすごいよな、ありがてー。そしてね、まあ、今年は、まあ、一応女性声優を基本的に、ね、お招きする番組ですけれども、まあ、VTuber さんをね、ちょっと呼んでみたりしちゃったりなんかしてっていう、ちょっとまあ挑戦した1年だったのかななんて思いますね。そうね、うわ、まゆゆんとか久々に会いたいね。ポル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 とも楽しかったからな。ポポポポポポのツイッターも見てるし、たまに配信チラ見してる。ポーポー、いや、しかも今やっぱ切り抜きがあるからすごいいいですよねまあね、やっぱいろんな VTuber さんとか、まあ、ストリーマーがさいて長時間配信してるから全部ね追いたいけど無理だよみたいな、落ちるじゃん。そんな時に切り抜き動画がいいんですよね。面白いところまとめてくれて、ポルポルの切り抜き動画を楽しく拝見しております。ニコで、まあ番組としてはまあそんな感じ、なんか茶番アイキャッチも書いてくれてる。うわ、豆まきしたね。豆まきしようぜ、またなんかおもろかったよな、豆まきあー、記憶力ね、赤青みたいな書いたやつね。グッ、うんうん、うん、いいですね。ちょっと茶番もいろいろやったな。うわ、イライラ棒ナッツ、黒ひげナッツあ、そうだ、あとオリジナルのニコ生ギフトも作りましたもんね。結構使ってくださって、ね、これの前の生放送でもハワイアンがボンって落ちてきてるのちゃんと目撃したりしておりますよ。いい子、ありがとうございます。で、まあ、番組としてはそんな感じでございまして黒木個人的な振り返りですかね。まず今年は引っ越しをしました。で、その引っ越しを機にウォーターサーバーを導入した。
ウォーラーサーバーマジやばい。ウォーラーサーバーは本当に便利すぎて、考えた人はもうノーベル賞ノーベル賞って感じなんですけれども、お湯も速攻出るしさ、水もドバドバ出るしさ私はそうだとか言われてる。私はねもうご覧の通りめっちゃ水飲むんですよ。あの生放送でまず1本飲み干してて、てかもう打ち合わせの段階で300ぐらい飲んでるから、これもね今日2本目なんです。バーカみたいに飲んじゃうので、そう、そういう意味ではねやっぱペットボトルとか買ってたんですけれども、まあ環境的にも、あとはまあ普通にすごい便利だから、ウォーラーサーバーは良かったですね。やっぱ QOL っていうのがグイグイグイ上がりました適当に喋りすぎじゃないあとはそうだな、まあ映画館に映画見に行ったし、あの妹と、公式妹と見に行ったし、あとゲームもねたくさんやりましたよ、うん、いろんなゲームやったし、あの女性声優とオンライン通信とかも、私それこそあのねアミアミ的にはピオちゃん、いちかなちゃん、あとまあなりちゃんとも遊んだり、まあ山木アンナと結構遊んだ、まあ、山木とはゲームっていうよりはもう普通にうちに遊びに来るって感じなんですけど、アンちゃんがね今年一番うちの家に来たかも、意外にもめっちゃ来たがるんだよねアンちゃん可愛くない？なんかそろそろこの家の家来たいみたいな感じ出してくるの、あいつ可愛いよな、そういうのうまいんだよ。あんちゃんとはよく遊んだというか、まあ投射費というかね、投射費まあ一番うちに来た女性声優は山木アンナですね。あとはまあそうね、家に引っ越して多少のスペースを確保できるようになったから女性声優を招くことができたな。ハンバーグ作ったり、あのそれはアニソンシンガーですけど、ハンバーグ一緒に作ったのは、あとはピザ一緒に食べたり、あとはなんかあんちゃんとは辛い麺食べたり、寿司食ったり、寿司だっけな、寿司は去年かもしれませんねえ、いろいろやったし、ライブも行ったり、まあビューイングが多いですけれども、ちゃんとねなんか推しメンたちのパフォーマンスを一応見ることができたし、まあ仕事だけど名古屋とその京都、沖縄、あと大阪にね行けた気がしております、まあ、大阪はあの母校の体験説明会のお手伝いというかゲストだったから、まああんまりこう皆さんと会うって感じでもなかったし、沖縄はロケで行ったから、まあそれこそみんなと会ってないんですけれども、うん、いろんな場所にも行けて楽しかったなって。黒木はあんまりなんかこう県外に旅行計画を立てるとかそういう感じじゃないから、お仕事でねそうやっていろんな場所に行けるのはありがてーって。あと仕事としては朗読劇に出たのが面白かったな、やっぱりホワワワワン坂巻さんのね、お声掛けいただいて出ましたけれども、あの楽しかったっていうところかな。いやマジでいろんなことをさせていただいたな。幸せ者ですまあ来年もまあもちろん今よりねいろんなことをやりたいし、お仕事も増えたらいいなとは思いますけれど、まあ、まあ一応現状維持を、最低限の目標を現状維持にしていけたらなんかね、もうちょい上目指しちゃおうかなみたいな感じで行こうかなと思います。まあ現状維持も本当に大変なことだと思いますので、頑張っていきますので、引き続きお腹鳴っちゃった引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで今回はここまでです。以上ほのチョイスでした。
オレンジ。もう揃ったよ、一列。同じところにいちゃう、やばい。でもん、やだ、諦めたくない。だっ、いや、めっちゃ集まってるって。ほら、なんかほら、オレンジ集まってね。止まんねー。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。プライベートトーク、今回ももうおしまいのお時間でございます。ただアミアミ SSR チャンネルの会員の人はこの後も少しだけ番組続きますのでお楽しみください。じゃあ番組からお知らせです。来週の放送は SSR ほのけ年末スペシャル、企画は名言大賞2022をお届けします。アシスタントになりちゃんことなりちゃんなりちゃんことなりちゃん川口里奈ちゃんを迎えて、今年一番番組内でインパクトのあったワードっていうのを発表、決めたいと思います。現在そのノミネート語が10個ぐらいあるかなと思います。それの最終投票期間でございますので、投票を忘れずによろしくお願いします。そして黒木ほのかのシークレットショールーム、プライベートトークの2つの番組では、皆さんからのお便りをお求めお待ち、求めてるお待ちしております。生放送のシークレットショールームには各回のゲストさん宛てのメールなど募集中です。だから次回はなりこが来るので、なんかなりこのメールをください。雑ですけれども、もしかしたらメールもちょっと読めるんじゃないかと思っております。すべての投稿は番組ページのメールフォームから送ってください。そしてそんななりちゃんと書いたサインが抽選で当たるツイッターキャンペーンの締め切りは、12月29日までとなっております。まだね、猶予あるんですけれども、そんなん言ってたらもうほんまに師走なんでなんか気づいたらね、締め切り終わってたみたいなことになる前に、もう今ツイッターリツイートとフォローをよろしくお願いいたします。じゃあ黒木からのお知らせです。まずこいつが発売されました、サウンドオブベース2でございます。かわいいね、階段を登ってステップアップしてきたよ、ステップアップしていくよみたいなね、意味が多分込められています。気づいたらこれになってました。もちろんなんかイラスト案みたいなの見たんですけど、ふえーって思って、よいしょって撮ってバーンってできました。でも私はそういう意味に受け取りました。皆さんもなんか独自の解釈をぜひしてください。あと24日土曜日は、代々木の山のホールで、クリスマスライブイベントがあります。18時開演です。ちょっと早い、でも18時に始まってさ、知らんけど20時半ぐらいまでには終わるやろ。ほんでそっからなんか飲みに行けばいい
なので予定ある方もちょっと後ろ倒しにしていただいてぜひ遊びに来てください。頑張って準備しておりますので、いろんな人に見てほしいなって思います。よろしくお願いします。あとはまあコミケもあるので、あの参加券取るぞって息巻いてる方は息巻いておいてくださいその他詳しいことはツイッターをご確認ください。あとディスコードとかにもたまに遊びに行ってるんで、そっちの方もよろしくどうぞ。ということで以上ですかね。それではさよなら、黒木ほのかでした。バイバイ。黒木ほのかのシークレットショールーム。この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。